対決サクサクセス実況15回目の今回戦う選手はヒューストンアストローズに所属ジャスティン・バーランダーと対決だ。最強のメジャーリーガーバーランダーと今回は戦うわけだ。現在このバーランダーヤバめな成績残してます。こちらをご覧くだされ。素晴らしい。全盛期以上の力をこの2018年に発揮してる。いや、今が全盛期なんだよね。今季のサイヤングはこのバーランダーでもはや決まってるんじゃないか。今画面に映ってるのはパープロユーザーが再現して作ったジャスティン・バーランダー。もうどこを見ても何を見ても超一流すぎて言葉すら失ってしまいそうな、そんな能力ですよね。ただバーランダーの何が一番すごいかって語られる時っていうのはやっぱりストレートですよね。まあ全盛期では160キロ投げてて、そしてそのね、ストレートの回転数っていうのがメジャーリーグトップクラス。回転数がいいと質がいいと言われているんですよね。最近日本でもよく回転数って聞くこと多いです。まあ、ほんとそのね、ストレートの質っていうのは今世界で一番いい投手なので、それもあってか大谷翔平は抑えられたからね。だから今回僕の作る選手っていうのもそのストレートが武器で、なおかつバーランダー以上の成績を残せる、そういう選手を作っていこうや。今回作る選手の球団設定は阪神タイガースで作っていくよ。オートペナントでもあっさいもバーランダーをここに加えてやっていくからね。なぜここかというと、まあ現在はねヒューストンアストローズに所属しているバーランダーですが、その前はずっとデトロイトタイガースというねメジャーリーグの球団一筋でやってきましたので、まあタイガースつながりでここということですね。で、持ち込みアイテム当たり前のごとく天才カードも持ち込まなきゃ対決にならないからさ。そしてもう一枚は急速強化カード、この2枚で作ろうぞ。レッツ対決サクサクセスバーランダーを超えようぞ。気合を入れてステージ1-1やっていこう。初期能力チェンジアップ変化量3がついてますね。そしてその他の能力も高い、なかなかいい天才カードですね。たまに結構低い場合があるんですけど、今回は当たりだ。でステージ1では変化球パネルもあれば、まあいろいろと青パネルもある。選手もメッセンジャーがいる。いや絶対に会っておきたいね。まあ、まずはここは変化球パネル組みに行こうかな。カットボールスライダーでよかったやんけ。なんでカットやねん。ちょっとそこは腹立つとこではあるけども、まあ、来ちゃったものはしゃあないからね。どうしようかな。まずは、メッセンジャーに会いに行くことからやっていこうかな。イエース、オッケー。奪三振ね、当然必要。もう三振も取りまくるピッチャーだ。そんな相手に勝つためにはこの特殊能力必要なんだよ。必要なものしかないわ、この対決。いやー、もうこうやって急に気分が悪くなったり、体力下げられるとですね、強い選手はできないの。勘弁してくれ、本当に。握りパネルもちょっと遠いな。まあ、当然取りに行きましょう。ステージ1からかなり体力使っちゃってるけどね。10くらい回復しろ。6か。微妙なとこではあるが、まあ、回復できただけ十分だ。このステージは終了。ステージ2はちょっとスルーしていかないとね。これちょっとステージ1から体力使いすぎだわ。いきなり赤に囲まれてるが、まあいいでしょう。選手は2人。石崎と高橋。どっちも待っておきたいが。なんで逃げんねん、お前。ちょっとあまりちょこまかちょこまかしないで。やる気だけ上げとこうかな。高橋、何くれる？急速1アップに大ピンチし。で、赤パネルが青に変わる。うわー、これはいいんだけどね。まあでも次のステージ行くよ。最後、石崎に会えれば、俺は幸せ者なんだが、会えない。逃げるのであれば会わない。次行きましょう。逃げるやつ用のやから。来なくていい。結構結構って感じ。お次、ステージ3。ストレートはまだ138だからね、初期からそんな上げられてない。で、宝箱もあれば変化球パネルもある。そりゃガンダーもいるね。あっておきたいが。四つ葉のクローバーで気分はノリノリ、そりゃいいや。そして変化球はカーブボールがつきましたね。なかなかいい組み合わせ。そしてお化け、幽霊にも会えた。何くれる？打球反応丸か。まあ、もっといいの欲しかったけどね。まあいいや、贅沢は言わん。すでに言うとるけどね。ガンダーは、あ、そっちに行くか。ちょっと会うのは困難だな。体力回復 OKOK、 こういうことも起こってくれないとね。体力も9回復。で、宝箱の中身は請求超人ね。よし、請求力もついてきた。ガンダーそこにいるが、ちょっと赤パネル踏みたくないんでね、うまく会うことはできないか、ガンダーに。うわー、もう彼に来たよ。どこだ。あー、わりかし近い位置ではある。あ、でもこれガンダーいけるんちゃうか。おいで、気分ノリノリ。はいっす。で、何くれる？神竜カードね、持ってるとちょっぴりいいことがある。ちょっぴりってなんだよ。オーマイガー、危なかったね。まあこれはもう次のステージ行くのが正解でしょうね。ヒヤッとしたぞ、この野郎。
そういうことがあるんだね、カレンが急にね俺の前に現れる。さあお次ステージ4、今のところは順調。いやねちょっと初期能力の割にはあまり強くなれてない感じがするからね、もっともっと豪快に作ろうよ。こんなしょうもない選手で終わらせちゃダメだよ。まだバーランダークラスに当然届いてないですからね、比べちゃダメなくらいのちょっと次元の話ですわ。わあもうこういうことがある、なんでだよもう。ちょっとヤギマンヘルプミー、これ助けて、もしくは吹っ飛ばしカードくれ、頼む、今必要だ。おいーす、ありがとう。お前マジで名犬やんけ。いやお前でもアニメ作ってもいいかもね、名犬ガンダーっていう、なんかそんなんあったけどね、作る価値あるわ。ちょっと待てよ、これカレンをうまくはめれるチャンスだし、カード残しておきたいしね。ヤギマン来てくれねえかな。あーどうしようかな。すごい勢いで来てるよ、3マスずつ進んでくるんだよなこいつ。あもうこれはカレンの特攻ですね、体力回復できればいいんだが。おどうだ、イエース、後ろ幽霊いたからね、ナイス。これ幽霊との俺とのコンビネーションだよ、イエース、センキュー。体力超回復だよ本当に。ほんで幽霊に会っておこう。お前めっちゃいいやつやんけ。いやこの世の中ってやっぱおかしいね、いいやつほどなんかね早々と消えていく、そういう世界作っちゃダメだね。いいやつやっぱ残らないと。ほんで青パネルも追加される。もうこの世は天国か、マジで最高なんだけど、マジで強くなれてるんだけど。ヤキューマンできれば出てきてほしくなかった、ステージ5、まあいいか。でヤキューマンに会いたいんだが、一回シャッフル組みましょう、なるべく早く会わないと逃げるよ。どこだ、いや遠いなー。おーい体力回復、オッケーオッケーオッケー、まずヤキューマン優先的に来て頼む。オーケー、ヤキューマンにも会えた、めちゃくちゃ強くなれてる。でももっと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 豪快に力を求めるよ。弱い、まだお前は弱い、だからこそもっと強くなるんだ。宝箱の中身はなんだ、へい野球偉人で、よし牽制丸に切れ丸、オーケー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 、でもまだバーランダーには程遠いぞ、まだ強くなれる。最終ステージ行きましょう、もうあとは失敗しないようにしつつ強くなるだけ。バーランダーの球速にも届いてないから、ちょっと球速に特化するっていうのもありですね。160は超えたいなと思ってたんで、急速パネル回、パネル回路系がここにあるので、ただちょっとあそこに行くまでまた変わるんで、ちょっと急速に変えることは難しいかな。でなるべくハテナパネルも回避しつつ行った方がいいよ。超スローボールまでゲットか。赤パネルも避けてね、はい急速アップ、 OKOKOK、 吹っ飛ばしカードがあるので、まあ彼に関してはもう別にどうってことがないですね、問題ない、心配ない、何もないって感じ。宝箱の中身は変化球超人ね、イエスイエスイエス、まあもう十分じゃないかな。ちょっと球速は160までなかなか難しいかもしれないが、どうだ、あーどうしようかな。あい彼に録音、まあそれはいいでしょう、それは問題じゃないと。むしろまたはめていくのもあれだよね、伸びし、オーケーオーケーオーケー。ほんでコントロールももう S の100到達してるからね、やばいよこの変化量に、急速にあれっていうのはやばい。はい弾き返す、ちょっと彼はめたかったんだけどね、無理だったね、まあいいやどうでもいいやお前なんて、さあ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 、ほんでここでおにぎりパネルを踏んでどれくらい回復するか、6か。ちょっとあのゴール周辺のハテナパネルが怖いんだよね。もうこれゴール行くこと先決しましょう。あとはもう失敗しないようにするだけだ。いや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 、これちょっと待って、もう一回踏むよこれ。アホかお前、なんでそんなとこマイナスおにぎりパネルあんねん。うわー、ほんでもうマイナスパネルが3つ並んでる。最悪な状況ではあるけどもね。もうこれ仕方がないね。急速下がるなよ。あー全部急速下がった。154まで落ちたぜ。最悪すぎんだろう。でももうこれで終わるしかないからね。いや十分だよ、まあ、バーランダーがステータス600超えの選手ですから、そこまでの選手はちょっとできなかったが、あのステータスがね必ずしもそのなんていうのかな、血管つながるわけではないですから。どうだ俺の選手、バーランダーと比べてちょっと身を取りはしない、むしろこっちの方が上だと思ってるやつもいるんじゃないか。特殊能力もゲットできた上にコントロールがある、野球っていうのはコントロールのスポーツだからね、球が速くてもコントロールクソなやつは活躍できない、逆に球が遅くてもコントロールいいやつは活躍できる。上原浩二を見てたらわかる。
だろ。この選手には針の穴を通すほどのコントロールを持ってる上に154キロ、バーランダーほどの球速ではないがあるんだよ。そして変化球に関してもね、まあ4種類ですね。超スローボールはそんな使うことはないが、まあチェンジアップの変化量もあって、その溜まる特殊能力もある弱点がね、この対決にふさわしい選手ができたんじゃないでしょうかね。 OK、 じゃあ今からメジャーリーグ最強投手バーランダーと対決していくからね。今回オートペナントで回す際、先ほども言った通り阪神タイガースにバーランダーを加えて、そしてローテーション1番手スタミナの限界起用でオートペナント回します。じゃあいきなりバーランダーからオートペナントで回していくからね。メジャーリーグ最強投手が海を渡りジャパンにやってきたらどのような数字を叩き出すのか見ていこう。ジャスティン・バーランダー、1年のシーズン開幕。ジャイ、メジャーリーグ最強ピッチャーバーランダーの1年のシーズンが終了だ。果たしてどれだけ偉大で素晴らしい数字を残したのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ？いましたね。防御率は 2.39 ですね。一瞬一番上かなと思ったんですが、こちらはメッセンジャー、対してバーランダーは 2.39 ですから、規定投球回到達してる中では阪神の中で一番低い数字なんだね。まあ秋山とメッセンジャーがすごすぎるっていうのもあるが、まあもっと飛び抜けてすごいもの出してくるかなと思ってたので、まあこの防御率っていうのは、まあハードルをね、下くぐっていった感じかな。予想を下回りましたよね。で、イニングも188ですから、多いっちゃ多いけど200イニング到達はできてない。で、18勝5敗、勝率は7割8分3。まあいろいろね、突っ込みどころありますよね。メッセンジャーと比べたらね。でもそこはそっとしときましょう。触れないでおきましょう。触れたら危険なんで、やめておきましょう。いや、さすがですね。あの、誠の一流ピッチャーっていうのはちゃんと結果を出し、勝てる投手のことを言うから、別にメッセンジャーをディスってるわけじゃないけどもね。いや、素晴らしい勝利数ですね。18勝5敗。そして登板26試合で完封が3、完投が7、QS が22で率は 84.6%、 HQS14 で 53.8%、 奪三振はやはり230個と多いですね。三振率も 10.9、 フォアボール45でデッドボール1つ、四死球率は 2.19、基本塁打が14本と割かし多く浴びてますね。で、被安打147、被安打率は2割1分2厘、得点圏では1割4分3厘、で、ウィップは 1.02 というね、投手成績になりました。個人タイトル受賞なるか、ジャスティン・バーランダー。年間表彰式へ移りましょう。まずベストナインは菅野智之。バーランダーとはいえど、この男には日本じゃ勝てねえんだよ。もう帝王ですからね。トップにいるんだ。ゴールデングラブも菅野。そして沢村賞は菊池ですね。バーランダーが取れたのは最多賞のタイトルのみ。最多奪三振すら取れないというね、レベル高すぎー。見てくれ、セリーグのレベルが高すぎる。奪三振では237個で菅野がトップ。バーランダーはね、菅野に負けて最多奪三振のタイトルを逃したわけだ。ほんで今永も200奪三振達成してるからね、もう上位3人海渡ってメジャー行って、どうぞ日本にいる意味ないないない。次は僕の作った選手をオートペナントで回していくからね。バーランダーの成績を超えるための能力っていうのはあると思いますので、自慢のコントロールだったり変化球、特殊能力っていうのを活かしてですね、バーランダーが行けなかった地へ行けるような、そんな成績期待したいと思います。僕の作った選手、1年のシーズン開幕。ジャイ、メジャー最強投手を超えろ。僕の作った選手、1年のシーズンが終了だ。バーランダーを超え、誰も行ったことない地に行くことはできたのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。今何映ってる、これ何だと思います？あ、これ野球です。防御率 1.34 です。素晴らしい、神です、神の誕生です。誰も行ったことない地に行くことができましたね。なんだこの一元すぎる防御率は。いや、やばいねこれ。
ちょっといろいろと衝撃的、やばすぎてやばすぎて、今いろんなもの漏れちゃってます。そんな感じっす。イニング数では195イニング、これだけ投げてるからね。そして18勝5敗、勝率は7割8分3厘ですね。まあ防御率考えたら本当マー君以来の無敗で言ってもおかしくないレベルなんですけども、まああの記録というのは運もあるからね、仕方がないっちゃ仕方がない。まあそれでもすごい数字だよ。で登板25試合で完封が6、完投11、 QS23 で QS 率は驚異の 92%、 HQS17 で 68%、 奪三振も220個、三振率は 10.1、 フォアボール28、四球が2で四死球率は 1.38、 基本塁打6本、被安打132安打、被安打率は1割8分9厘、得点圏ではさらに数字が落ち1割3分3厘、やばい。で、ウィップは 0.82、 あもうあやいまさあやぶあめさなっていうくらい神です。何言ったかわかんない。いやわかれ、それくらい神だということだ。素晴らしすぎる。もうこれ以上言葉はいらないね。これ以上なんか言葉を発すると安っぽく見えてきますから、最後に言わして神です。タイトル10勝なるか見ていきましょう。いろいろ独占来ちゃったんじゃないかな。まずはベスト9、はい、当然のごとく取りましたね。俺が取らなきゃ誰が取る、他のやつが取ったらおかしい。ベストでもないんでもないからね。そしてゴールデングラブに関しては菅野智之で、シーズン MVP はエルドレッドで、そして沢村賞は謎の菊池雄星。意味わかんねえ、なんでだよこの成績で取れない、どんな数字残したんだ菊池雄星はね。個人タイトルは最多勝と最優秀防御率、最多奪三振はまたバーランダー同様菅野智之に阻止されるというね。あと勝率第1位投手はウィーランド。ぶっちゃけ投手4冠できる成績を叩き出したのでね、ちょっと取れなかったのはあまりにも残念すぎる。わーお、菊池もなかなかの成績だね。防御率 1.87 で21勝して226イニング投げてるからね。これは沢村賞取れなかったのもまあ納得っちゃ納得かな。それ以外見てもやっぱ優秀ですもん。奪三振なんて289個、相変わらずの吉っぷりだなお前ね。やべえよやべえよこいつ、海渡ろうぜ俺と一緒にね。絶対あっちで大谷以上のフィーバー起こせるって、俺と菊池ならそういうレベル、日本でいてやることもうないよこの2人。これで僕の選手もですね、オートペナントで回し終えましたので、今からこのペナントで叩き出した成績を見比べてですね、勝敗を決めていきたいと思います。互いの選手の成績はこちらです。まず登板数に関しては25試合と26試合1試合の違いがありますね。まあ、その中で防御率 1.34 と 2.39、 その差1点台も離れているわけですから、まあ勝負の方はもうこれでついてるんじゃないですか。まあイニングでもね、195と188バーランダーを上回ってる。勝率勝利数っていうのはぴったり同じなんだよね。やっぱり僕の選手防御率の割には勝てなさすぎですよ。もっと勝てなきゃおかしかった。まあここまでの数字見比べた時点でですね、何度も言う勝敗は決まっている。ただ投球内容の面で見ても完封、完投数、QS、HQS でも上回り、まあ奪三振はさすがバーランダー、数ともに率でも負けているが、僕の選手だって多いし10点台超えてますからね。制球面で見たって僕の選手が圧倒的、ウィップなんて見たらもう勝負にならないっしょ。今回はそういう対決サクサクセスになったんだ。一つの答えが出て皆さんも同じ答えが出ているはず。今からその結果を発表していきましょう。対決サクサクセス実況15回目、メジャーリーグ最強投手バーランダーに挑戦してみた、その結果はわかるだろって。当然のごとく僕の選手の勝ち、そしてバーランダーの負け、それ決定ということでよろしいでしょう。今僕と違う答えを持っていた方っていうのは誰もいないよね。いたらおかしいぜあんたの野球感。見方を間違えてるね。どっちが欲しいか、どっちが強いか、単純に数字を見比べたらわかるだろうに。バーランダーに負けているのはやはりですね、これ三振くらいしかないですから、その上僕の選手だって三振取れてる。僕の選手は見てても面白いし、結果も残す、そういう超一流選手。バーランダーも同じようなタイプですけど、超一流にも格がある。レジェンドにも格があるからさ。まあ、バーランダーは、超一流選手として、まあ、ちょっと下の方、僕の選手はもう頂点にいる選手ですね。こうやってもう上に誰もいない、下見てるだけの選手、そういうレベルです。本当にヤバすぎる数字をこうやって残してくれましたから、ちょっともうこれがピークになって、これ以降こんな投手作れないかもしれないね。それくらいの出来ですよ今回。
この戦い勝ったことによってシリーズ3連勝ということになりました。本当ここ最近は勝てまくってる。まあ、どこまでこの数字が伸びていくか。通算でも現在7勝9敗ですからね。だんだん借金は減らせていってるので、まずは勝率を5分に戻し、そして10勝目を上げ、連勝を伸ばしていくこと、それを目標にですね、これからやっていきたいと思いますのでね、次回の動画ではまた別の選手に挑み、今回のような選手を作り圧倒的に勝ちたいと思いますので、お楽しみにね。ここまで見てくださった皆さん、ありがとう。グググググバイ、またおう。